どうも、縁切り神社に行くか迷ってる三島です。去年からかなり不幸なことが連続で起きていて、友達に縁切り神社をおすすめされて結局遠いんで行かなかったんですが、最近逆に運はいいんで行かなくていい気がしてます。ということで今回は見える子ちゃん6話で放送された3回の意味について考察していきます。それではどうぞ。あの意味は何やったんやろっていう人と、え何それ知らねって人がいると思うんで、それまでの過程を超簡潔に話します。まず花は生命エネルギーが強いので悪霊を引きつけます。そして強力な悪霊が取り付いた日に限って犬を助けるために呪いビルに潜入します。すると悪霊は強化され化け物になります。巫女がそれに気づきます。なのでパワースポットの神社に行きます。巫女が賽銭箱に500円を入れます。巫女が助けてと祈ります。2人の神様出てきます。化け物と神様が戦います。負けます。大きい狐の神様が出てきます。化け物を倒します。そしてこの時に狐の神様が言ったのが3回その後立ち去りました。さてこの3回はどういった意味なのか漢字に直していろいろ並べてみましょう。3回これの意味を Google で調べた結果、3回山や海これは違う、3回山脈から離れて孤独した山違うな、3回これは会合に参加するという意味で、会合というのは話し合いのために集まることです。そして3回は会合から別れ去ることです。これだったら意味合いとしておかしくはないですよね。人間と神様と化け物が集まって解散しているんで。次に3回これは関係なさそうですね。3回これはネタっすね。そして3回これはどう受け取るかという話ですが、巫女が祈った正式な内容が、お願いします、どうか花についているヤバいのを何とかしてください、お願いします助けてください、何でもします、どうか花を呪いから救ってください、ついでに私も、それによって神様たちが現れたことから考えると、あと3回助けるというのが自然な流れですね。じゃあ3回どれが正解なのか、実は7話の時点で決定的な根拠がすでに流れています。これはトンネルに巫女と花とユリア3人で行った時の話です。ユリアがやらかして巫女が悪霊に襲われそうになった時、再度あの神様が現れ巫女は助かりました。その時の神様のポーズが人差し指を立てるポーズ、これは3回助けるという意味で捉えた場合、これは1回目だぞと考えると違和感がありません。なので3回の意味は3回助けるで間違いないと思います。ただここで問題になってくることが一つあります。それはあと3回助けるなのか、これも含めて3回なのかです。人差し指で考えても現時点で2回助けられてるんで、残りが1回なのか2回なのかでかなり変わってきます。ただ現実で使った時のことを想像してほしいんですが、助けた後にこれも含めて3回助けるというのか、あと3回まで助けてやる、どっちの方が自然で確率が高いかと考えると、あと3回説が濃厚なのではないかと思ってます。そしてまた巫女が祈った内容の話になりますが、こちらの画像をよく確認してみてください。巫女が祈った回数についてです。お願いしますが3回。そして、花についてるヤバいのを何とかしてください。を明確なお願いと考えると、計4回のお願いと捉えることができます。つまり3回の意味は、あと3回助けるが正しいのではないでしょうか。そしてここからはさらに大事な話です。もう一度この画像を見てほしいんですが、巫女は何でもしますと言ってます。これは何でもするから助けてくださいと、そのままの意味で捉えるとどうなるのか。神様に何かをしないといけないということになります。つまりこれは神様との契約です。残りの2回助けられた時点で、巫女に不利な条件がつき、呪われる可能性があります。そしてその残りゼロの状態で化け物と出会うとどうなるのか。あともう一つ個人的に気になるのは、巫女は3回について意識しているのかですね。おそらく冷静で頭が切れるんで、そのことについては理解しているんではないでしょうか。そして今放送されている話では、塔の禅もいます。明らかにヤバい悪霊がついてるんで、残り2回のうち1回は間違いなくここで使うと思われます。なのでその前に何か事件が起きる可能性も十分あります。ただ、僕の残り3回含めて3が外れていれば、塔の禅に使って最終回を迎えるんではないでしょうか。今回話した内容は、あくまで原作を見てない素人の考察なんで、信用しすぎないように気をつけてください。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。